どうしようかな。とりあえず強化をそろそろせなっていう話ですよ。念願のレイズ。おお、6433。めっちゃ溜まってるやん。レイズを覚えて、そろそろディフェンダーレベル5っていうのもかなり心細いな。ディフェンダーに助けられてるからな。どうしようかな。ルインガ、アタッカー30にしとこうかな。キリオク、アタッカー30にして、ディフェンスはさすがにレベル6っていうのは心細いな。そうだ、この先強敵いっぱい出てくるだろうからな。ヒーラー、ケアルラ29。ケアルラ取ろうぜ。ちょっと遠いですね。遠いか。29でファイヤーか。ファイヤーいるかな。今欲しいかと言われると微妙やな。っていうとまだルインガの方が欲しいね。チェーンスターター欲しいけど、まあ一旦置いとくか。2063。エンハンサーっているんかな。今いるんかな。味方の能力上げるやつやろ。ガッツは欲しいな。ガッツとプロテーガーは欲しいけど、そこまで上げられへんな。お、どうしよう。え、まだ ATB レベルアップすんの。攻撃力増えんの。ジャマーロール解放。ジャマーロール解放か。それもちょっと魅力やけど、レベル上げていかなあかんもんな。どちらかというとディフェンダーはいらないよ。難しい問題やね。上げろっていう人もいるし、この辺が個性が出るとこや。真逆のコメントが並んでるよね。デプロが、デプロが欲しいな。ブラスター、ファイガ、ファイガまで取れるか。え、あと無理やな。セラのヒーラー。とりあえずこれで ATB 開けとこう。じゃあまあデシェガ、デシェガ、ファイガ、ファイガね、取りたいですね。取りたいけど、どっち優先しようかな。ジャマーって使うとこ難しいねんな。でも邪魔はいりますよ、後々。ブラスター上げとこうか。優秀なブラスターが欲しいな。あとはこいつらやな。こいつらどうするかな。モンスターやね。どうしようかな。まだ置いとくかな。でも積み出したら強化したらいいんちゃう、モンスターは。そうしましょうか。うん、全く強化してないですからね。もうそろそろ歯が立たんわってなったらちょっと強化してったらいいんちゃう。なんかもうちょっとでキッチュー取れるみたいなことも言うてるし、まあ、置いときましょうか。で、ここからサンレス水濠に行くと。クリスタルが、やっとプリン、やっとプリン退治や。
プリンのイベント長かったな。これほんまに終わんのかな。でもほんまはね、このモンスターって、うん、もちろん餌突っ込むのは突っ込むほどなんですけど、はいはい、めちゃめちゃ強いなと一時的に。ああそうなんや。早熟型とか大器晩成型とかおって、あれ砂は早熟型とか思った通りだ、まあね、序盤は一人で戦ってるんだ、アホみたいな強になりますよ。へえ、強化すれば、強化すれば、へえ、普通に。じゃあ俺ら結構苦戦してんのってやっぱりモンスターモンスターが弱いんですよ単純にモンスターが弱いねん。モンスターめっちゃ弱いです。よくやスノー一人で戦ってるねんて。どこ、あ、あ、襲われた。どういう進化したの。機械のディフェンスいれば楽。ああなるほどね。機械のアタッカーしかおらない。死んでるやん。ガルキマスでやられてるやんか。敵強なってるってことこれ。雑魚。これあれな、同じ種族のモンスターでもパラダイムシフトそれぞれ違うの。ちょっとちゃうのありますよ。へえ。マジでか、雑魚相手にめっちゃ押し込まれてるな。お、蘇った。スタートができんで。よし。早く殺されるとか。お、スノー探そう。お、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 お。なんかの上に乗ってる。え、投げたんなって。お前投げたんなって。投げるもんなんですよ。そういうもんなんですよ。あ、そういうもんなの。なんかの上乗ってるやんこれ。すごいな、アトラクションみたいに。でも二しきり取ったかな。あ、でも辛いな。あれ辛っすか。もしかして全然違う方向に来てるとかそういうことないよね。それは分からんけどものすごいメルヘンチックやなこっちで合ってるよね。合ってる。すげえおとぎ話チックやね。あー合ってる合ってる。びっくりマークあれやな、向こうな。そうだよね、プレイ時間限られてるっていうのもありますしね。ましてやリレーで進んでるっていうね。その次の人に迷惑かけたらあかんっていうのが一番あるからな。我がの我がの好みだけでもいかれへんっていうね。次の人が次の人がどうしても強化せなあかんところでそのアイテムがないとかになったらちょっと申し訳ないもんな。個性ガンフリでいってもね。個性ガンフリでいくんやったら僕らもロボット強化しまくりますよあのロボットずっと頑張ってもらいますよ。そうですね、最後まで。うん、あいつか。あ、だいぶちっちゃなとんな。あ、ほんまや、全然売れてないな。さあ、するとどうしようかな。モンスター変えていく。っていうかさ、チョコボとかさ、あれ拾ってたんてまだ戦闘出されへんの。
そんなことないの？セッティングしてないですからね。ああそうなんや、はい、これはどうなんやな、これでいこうか。やっと決着や。わあ、酸っぱそうやな。酸っぱそうなトマトやな。スノー、もうやめて。ほんとバカだな。よし、スノーおとなしく待っとったよ。おー、減りませんな、減りませんな、気力が湧かない。え、はい、あ、アウト、ちょっと、なんか来る？チョップ、チョップ、チョップ、チョップも迫力なくなったな。そうですね、だいぶ迫力がなくなった。痛い。ゴリゴリいけんじゃん、もうゴリゴリ破りか。はい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 、あーでもこういうのしてはなってる。まだ毒ガス入れるんだな。ボタンで状態異常が入ったぞ。入った。邪魔。おおおお。おお、ここで。とりあえずブレイクさせたいんだね。おお。あーでもこっちに回復しまんと。あーやばいやばいやばい。大丈夫、大丈夫、耐えてる耐えてる耐えてるね。なんか見たことない。ブラッド。あー相手の最大ヒットポイントあれブラッドで減らしてんねん。おお、まずい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 。間に合え、回復間に合え。ノエルから回復しようもんな、優先順位。危ない。あ、セラか、人間から回復してるんじゃん。セラから回復してる。もうちょっとでブレイクやもんな。トマトブレイクさせてよ。ブレイクしたのにこっちの体力が少なかったらちょっとな、強気に出られへんのにな。あ、ブレイクした。ボッコボコや。あ、もうもうもう行くな、もう行くなこれ。あ、まだまだ現役、まだまだ現役だ。よし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 。結局助けられちまったな。やっぱ一人じゃ無理だったわ。勝ち目がないって分かってたんだろ。なんで戦った？ファングとバニラがな、無謀なのは分かってたが、柱が蝕まれるのを、二人が傷つけられるのを黙って見てられなくてよ。仲間のためにじっとしてられなかった。バカだ。言い返せねえや。あんたみたいなバカが一番嫌いだ。守る守るって、守られた方がどう思うか考えたことあるのか。自分のこと考えてくれなきゃ、あんたが守りたかった人が悲しむんだ。だけどお前もスラを守ってくれたろ。
元いた場所ではお前の村や大事な人を守ってた。俺とやってること同じじゃないか。違う、俺はできなくて守れなくて、だから一人残って。でもそうだな、ノエルの言う通りだ。生き延びなくちゃ守りたかった奴の笑顔見られなくなるもんな。一人で突っ走って悪かったよ。スノー、つうわけでセラのガードもうしばらく頼むな。あ、なんだよそれ。消える。時間切れだ。どうして？パラドックスを解決したよ。解消したからこそだ。時間が正しく流れたらその時代にあるはずのないものは消えるのか。スノーは矛盾が生んだ消えゆく歴史から来たから。いや、嫌だよ。どうして？悪いな、セラ、そばにいてやれなくてさ。ダメ、どこにも行かないで。離れるのはもう大丈夫。ヒーローは消えねえよ。ルシの楽園、どうして？またな。スノー、時間を変えるってこういうこと。スノー、ルシにされてどうして？されたとは限らない。自分からルシになったのかもしれない。そんなわけない。自分から望んでルシになる人なんていないよ。守りたいものがあったら、守るために力が必要だったら。でもだってルシには使命があるんだよ。成功しても失敗しても。あいつは自分を顧みないで人を守ろうとするタイプだよ。仲間を助ける力が手に入るなら喜んでルシになってやる。そんなこと言いそうだ。そういう人嫌い？嫌いだけど気持ちはわかる。決めた。スノーは誰かを救おうとして無茶ばかりするから、そういう彼を私が守る。私がルシになった時支えてくれたのはスノーだから、今度は私の番。今は離れていても必ずたどり着くよ。了解、それまで導くよ。あいつに頼まれたしな。ここ。別れを迎える時、人の思いは二つに分かれる。ある者は共に過ごした過去へ戻りたいと願う。またある者は再び出会う未来を目指す。セラ、お前が目指す未来へ歩き続けてくれ。これで今すぐ黒煙が落ちることはない。あとはホープの仲間でうまくやってくれるって。見たかったよ、俺も。もうやきもきしてたんだから。いつセラとノエルがいい感じになってしまうのかヒヤヒヤしてたんだよ。よかったよ。そういう興味あったんですね。一応ね、一応だってあの13でスノーがもうセラのためにめちゃくちゃ頑張ってたからね。そういうところはちょっとやっぱ報われてほしいよ。よしよし、よし、取ってこい取ってこい、オーパス取ってこい。ゲート向かおう。ゲートどこあったっけな。ゲートの場所分からへんわ。ここっぽいな。びっくりついてんじゃん。これやな。それやな。このまま向かっていったらいけるな。うん。こいつら強いねんて。苦
逃げて逃げて。よしよし。トカゲ来てる。あ、トカゲ。早い。トカゲみたいな、魚みたいな、早い。うわ、なんか気持ち悪いの俺やん。ドロッドロやん。よし。ドロターボがマジか、まんまやな。強いな、ドロターボ。ドロターボ仲間ならへんかな。硬い。なんか弱点あるんやろ。これ一回倒したら敵の弱点とか味方把握するん。ある程度戦ってたら蓄積されていきますよ。へー、ドロターボ仲間ならへんかな。うわ気持ち悪い。ドロタボーとプリンとロボでパーティー組みたいよ。OK。 お、あ、あれ逆逆逆、なんか道具屋あんね、道具屋。あそこね、うん、野菜売ってない、野菜売ってない。ワークでしょう。はい、おーし、来た。よし、これで3列水濠終わりやね。3つ全部あげたし、進んできておりますな。新しいゲートか、行こう。許すのか、彼らを。決めるのは私じゃない。謎やな。あ、またここや。おー、狭間、狭間さん。狭間しか行くとこないっすね、多分ね、これね、うんうんうん、多分2階のチームまだ何のサブイベントもクリアしないから行けないっしょ。なんかのきっかけになるんですけどね。あ、そうなの。あー、ずっと聞いてた。モダマさんだから。なんで聞いてんねやろな。ボーっとしてた。胃の一番に飛ばしたいはずやのに。ああいうの、あなた。そうですね、最もイライラする、最もイライラするタイプやろ。まあ、顔抜かれてたらごつ嫌やと、ボーっとしましたからね、完全に。気抜けてた。そりゃもうね、あー、取らなくていいですよ。今またバッチリ映ってました。バッチリ、もう大丈夫です、もう5時間ぐらいやってますからね。もうすぐ5時間になろうとしますね。プレイして。そうですね、もう早いもんですね。もう5時じゃない。また寄り道。時の流れを乗りこなすのは簡単じゃないの、ここ。また乗ればいい。今は休憩。ありがとう。カジノ行けるらしいで。時間食いますね。なあ、セラ。モーグリキャッチャーカジノじゃないと。俺はライトニングのことを夢で見たって言ってたよな。後ろの人にいらっしゃい。ああいう夢って今でも見る。お姉ちゃんの夢はあれから見てないかな。その日あったことを夢で見ることはあるけどね。そっか。どうして、なんでだろう。じゃあ私も質問。あの子、ユールのこと。眠いんじゃないですか。セラが会ったユールのことはどっちも知らない。どういうこと？
あの子も私たちやスノーみたいに時間を旅してるんじゃないの？そうじゃなくて、代々生まれるらしいんだ。時読みの一族の中から、同じ顔で同じ力を持って、すごい。そしてユールという名前を継ぐ。それぞれの時代にそれぞれのユールがいるってこと？じゃあオルバ教であったユールとヤシャスさんであったユールは別人。二人とも俺の知ってるユールじゃない。別人だなんて信じられなかったけど。クポー。ねえノエル、私たちが時間を超えてパラドクスを解消すれば歴史が変わって、ノエルが暮らしていた時代はどう変わるのかな？ひょっとしたら俺が存在しない歴史になったりしてな。可能性あるの？あくまで可能性。そうなってもいいんだ。出会わなければあんな悲しみもなかったんだから。行こう。今は早くライトニングに会いたいだろ。うん。クポ。意味深やな。前に来た時となんか違う気がする。モグ、ここも時の狭間なのか？時の狭間に間違いないクポ。ここはいっぱいあるバルハラの影の一つクポ。似てるけど別の世界ってこと？だから景色がちょっと違うんだね。納得。少し探検してみよう。宝箱がある音がするねんな。置いてる音あんの？あ、あ、あれや。浮いてる浮いてる浮いてる音してる。モグ、そこだ。取ってくる？おお。静寂のリバースロック。よし。またなんかある。ああ、あれは普通に取れるな。なんか痒いな思ったら俺もう貼ってるやん。何やねんこれ。なんか痒いな思ったら、すっかりこいつの存在忘れてたわ。もうそこ触ったらカメラ抜かれるからカメラさんがあそこ取りに行くから。なんか痒いな思ったわ。もう頼んだ。ええ加減剥がさしてくれや。でも貼っといたらいいじゃん。これをつけて早5時間やん。こっちは5時間ずっと貼っとんねんこれ。そりゃ痒なるわ。いいぞ。タバコもこのまま吸いに行っとんやん。TKB って書きながら吸いに行っとんやん。おしゃれっすね。モグ。腹立つわ。あ、なんや、モグリ反抗期か？頼んだ。反抗期か？捕まれんの嫌か？800ギル。こんな時の狭間にお金が落ちてるんですね。こいつ嫌やわ、なんかそういうの。これでもう脱出しよう。取るもん取ったでしょ。取るもん取ったし、800ギルね。はい。なんか来てるんでしょうか。あ、どうもないね。うん、よかった。アングルがな、ちょっとな、うん、お、あ、増えてる。あ、ザナドゥ来た。ザナドゥ何だっけ。ザナドゥでなんちゃらかんちゃら言ってなかった。ザナドゥがあれなんですよね。TKB ブレイクはTKB ブレイクされたら俺も一瞬で死ぬでも。どうしよう。ザナドゥは、うん、ここは言うたらもうあれなんですよ、テーマパークなんですよ、カジノとかね。あー、見なかったことにできないかね、このザナドゥというところは。ザナドゥでも先進めるには、うん、どうちょっと皆さんアドバイスください。次どこ行ったらいいですかね。
僕らに残されてる時間はあと1時間15分なんですよね。それをカジノで費やしたくないんだよね。でも今後のことを考えると機中を取った方が多分いいと思います。ああ。我々はそこの機中を取るということに専念するか、それともストーリーをいくか。でもどっちみち行かなあかんのやったらザナドゥ行かなあかんのちゃうの。いや、ザナドゥはね、そのストーリー要素はそんななかったと思うんですよ。あ、そうなん。多少あったかな。なんせゲートがないんですよ。へえ。見てください、ゲートないんですよ。ね、あ、ほんまや、ゲートなしなんです。へえ。ザナドゥでモーグリキャッチャー。あー、やっぱりということは、さっきのコメントでいくと時の星砂やったかな、それがないと無理ですよみたいな話やってんけど、それはどこで取れるのかな。それ次第ですよね。そうやな、それもザナドゥで取れんねやったら、オルバー AF200 年、ザナドゥは行かないとダメ、ザナドゥ。ちょっと待て、オルバの AF200 年行って、ここで時の星砂を取ってくればいいんだ。え、それ時の星砂のことかな。そうですよ、さっきオルバは。え、でも結構あれよ、ラグあるんじゃないの。いや、書いてます。あ、ほんまや。よし、オルバ行きましょう。ザナドゥは任した。クリスタルが語る時の記憶。ちょっと待ってくださいよ。え、パラドクスを解消した二人を新たな出会いが待っていた。ちょっと待てっていうコメントもあるんですよ。古代の巫女と同じ名を持つ少女ユール、ユールを守る戦士カイアス、歴史を変えるなと警告して二人ロボを育てよう。セラとノエルは歴史を変えてしまったのか。 AF200 年、あ、これはな、これは AF200 年、行きましょう。お、クリアしてください。行きまっか。行きましょう、行きましょう。じゃあ僕らは、この1時間10分の目的を機中にしましょう。機中獲得に向けましょう。はい、はい。そして機中に今持ってるありったけの餌をぶち込みましょう。そうだね、で機中の名前をカチモリにしよう。あれ、時のはもう取っているので大丈夫です。マジかーい。ザラドゥイとなったや。ザラドゥイとだけやんか。来ちゃったもうこれすぐ帰ろうか。帰りましょう。すぐ帰る。これ用ないんだもん、こんなとこ。よっ、もうないんだもん。あれ、なんか大パーツ使ったぞ。新しい大パーツ使ったぞ、これ。また新しいとこ増えるぞ、これ。え、ちゃうんかな。え、マジで。なんか大パーツ使えますかとかなんか言うぞ。あー、ちゃうかった、ごめん。え、ザナドゥ行く。じゃんけんする。やりたい、ザナドゥ。それまあ、ザナドゥ見るだけ見ましょう。古代の詩人は歌った。何せなあかんのかわかんないんですよ。スロットなのか無と英語の狭間にある、ね、キャッチャー、キャッチャー。 そこに逸落の宮殿があるという。人ならざる支配人と可憐な読まなくていいです。こういうところもう最後までもうここまで来たんやから。幸運の女神に導かれし者だけがたどり着ける幽郷の城。俺たちは導かれたんだ。物語の中にしか存在しないはずのその宮殿が今目の前に広がっていた。よし、それ僕言ってますけど幻のゲーセンみたいなもんですよ。ざっくり言うと。ああ、そうなんや。選ばれた人だけが来れる幻のゲーセンです。あ、やばい、新世界のスマートボールを置いてるゲーセンみたいなもんか。やばい、またギサールの野菜込めるって。ザナドゥでギサールの野菜いんの。たびたび移動するて敵でんのかな。わかんないです。買うチャンスがあったんちゃいます。あ、そうか、はい、買えたぞって。おー、来た。
楽しそうなとこやん。すごいな、こんなところだったんだ。テーマパークじゃなくてカジノ。あ、私の時代の建物じゃない。とね、コメントでシスター的な人に話してみたいって書いてあるんですけど、はい、ただでもらえるのかな。フラグメントの数が関係したような、これ勘違いかな。マジで。とりあえずまあ行きましょう。中入ってなんかね、うん、いろんなスキルをくれる人がいるんですよ。スキル、モーグリキャッチャーっていうなんかものじゃない、スキルをくれる。ようこそ逸落の宮殿ザナドゥへ。時の迷い人さん、ここに来るのは初めて？俺たちを知ってるのか。ここにたどり着く目的は人それぞれ。安心して、邪魔なんてしないから。逸落の宮殿では誰もが平等、幸運という名の女神のしもべ。掛け事とかよくわからないんだけど、1時間で取れるかな。マジで初心者さんには月があるものよ。ここで楽しみには投げ込むだけの作業じゃないの。1時間ボーリングすらあかんの。楽しんでね。モーグリ死んでまうで1時間も投げつけ続けられたら。え、とりあえず、あ、とりあえずあれか、スキルをもらいに行かなきゃな。カジノはしなくていいんですって。はいはいはい、よし、じゃあシスター探そう。カジノはしない。交換所を探そう。交換所を探してください。そこでしょ、多分ね。これおっさんおもで。現在新たな施設の準備を進めており、カジノを知り尽くしたお客と時を忘れるほどのお待ち申し、お客様と。ちょっと待って、こっちか。ここなんか楽しそうなとこあるでしょ。ここ。そこそこそこ。ほらほらほら。おお。コメントではもうもはや入って左ですねっていう。入って左です。入って左ですか。ここじゃねえんじゃね。あ、違うな。あ、これチョコボレースやな。チョコボレースやな。今ノエルごっつ後ろ見ながら走ってたけど、そんなにやりたかったんかな。俺ら全く興味ないんだけどね。入って左っつったらシスター。おお。リバースを、うん、あ、それか、そこ、ここの人か。おかけ元は引き、でも初心者の。あ、あ、あ、なんか左見切れてるところな。あるぞ。そこちゃうか、その中ちゃうか。こん中か。うん、そこちゃうか。あいつ。おお。賛美が流れてるやん。え、これシスター？それそれ。時を旅する方よ。これシスター？あなたがお持ちのフラグメントの正体ご存知ですか？サンバの衣装みたいな。どんなものかはよく。フラグメントは。ついえた時のかけら。良き心を持つ者が手にすれば、女神はお喜びになられます。ああ、チョコボシスター、ね、俺たちが持っていいものなのか。あなた方には資格があります。フラグメントを集めて私のところにおいでください。足りるのかな。足りるかな。ささやかなお礼を差し上げましょう。話しかけてください。あなた方こそ女神に選ばれいくつかは持ってるはずなんですよ。やった。ちょっと花畑行ってくれ。あれはお前の仕事や。でも僕今ものすごいお花摘みに行きたいんですよ花畑だけに流行ってこいやものすごいお花摘みに行きたいんです。フラグメントスキルからモーグリキャッチャーを選び、モーグリ投げレベルアップにすると使うことができ、モーグリ投げレベルアップにすると使うことができます。とりあえずあの花畑行っとくで。フラグメントスキルインフレーション今も解放された。はあ。よし。モーグリ投げてみたいな、俺も。どなし投げんやろ。あ、違うな。お、これか。
モーグリ投げるボタンこれか、これちょっと一回変えてみよう。あれどこやったっけ。これでもこれでもあれかな、あのお花畑に行けばピチューあれかな、回収できるかな。これやな、これやけど年代不明。あれここやったっけ、大平原やな確か。うん、ここしかないな。クリスタルが語る。プレイボール。L1、L1 で掴んで投げるね。キチュー取ったらどうしようかな。目標キチュー取ることやからな。とりあえずの目標。おーし来た。おお、こんな感じか。ん？あ、これで？はい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 。あ、間違えた。これで、あ、投げた。すごい肩強いな。肩強いわ。あ、帰ってきた。あー、逃げる逃げる。どこやったっけな。赤サボテンだ、どこおったかな。あれあれここ違う、当てますよ当てますよ。あーあった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 、そこの花畑。これもう何もしてないけど投げてええの。投げるよ。ね、ちょっと待ってください。はいはい、さっきのモーグルキャッチャーの能力をオンにするしないとかって選べたような気が。フラグメントスキル、はい。モーグルキャッチャーオフになってますね。ああ、それで OK です。これで OK、 はい。なんかちなみにインフレーションというのもありますね。高く売れるようになります。いや、あんま物売ったことないんですけどね。ほんまやな。これもこれでオンになってんの。はい。へえ。ハズレ言われた。これでキチューをさ、はい、手に入れたらさ、もう俺ら仕事終わりやで。取れるどうする。どうする。そうですね。うん。あ、来た。うん、よくやった。どうも皆さん、本日はF13 エンタメウィークね、ご視聴いただきましてどうもありがとうございます。これを持ちましてね、僕らはね。これを持ちまして僕らふわふわした MC ですね。勢いだけでやっちゃダメですよ。幕を下ろそうかなと。さあ、キチューが手に入ったんで、はいはい、入れてやらなダメですね。こいつだからもう。こいつがもうだから、うわ、今も最後最後のアピールをしてるわけですよ、これ。そうやよ、外したくない。お、俺、わしはまだできるんじゃ。わしはまだ戦えるんじゃ。できる。言ってますか、ね、見てくれ、見てくれ、このわしのこの警戒の動きを。まだわしはできるんじゃ。とりあえず、キチューの様子を見てみましょう。うん、様子を見よう。ルーキーね。キチューってこんなんなんですか。こんなんが強いの。これが強いんですよ。へぇー。見てくださいよ、キチューね。うん、あの剣のマーカーでしょ。はいはいはい。155で杖106ですよ。ああ、物理が155の魔法攻撃106ってこと。そうですそうです。はい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 。で、うん、我らがロボットね。ロボット
弱弱いやもう入ってきた時点でもう負けてるやん、ね、何回かこいつネジ締めたったんやろネジ締めたってこれやろそうですそうですそれはもう戦力外やわじゃあ基地入れときましょうか大物ルーキーやわ大器晩成型です大器晩成型はいあとこのエンハンサーとブラストこいつね、うん、こいつ役に立ってるとこ見たことありますなんかな見た目強そうやねんけどななんかあの踊り方がなんか伝統芸能みたいで腹立つねんけどとりあえずキチュウ育あれせえへんのああの育てますよおキチュウねとりあえずこのさっきのロボットどこ行った我らのロボットあいつ解体できへんの解体してその使ったネジとかこう回収できへんの解体ねしようと思ってるんですよああできんねやどこでやるんだっけなはい、おるなぁモンスターこいつ、ね、あ、これねアビリティ継承ってやったらこれで解体されるんですよ、こいつもうってやったね、今もうってやったね後世にねそうですそうですこれ、でも間違ってないかなこれでいいのかなアビリティ継承キチュウこれもしかしたら理解を間違ったらこいつがニャーを吸収する可能性ありますからねあー一回ちょっとセーブしてスタートボタンでさセーブできるやんだからこのよくわからんどうでもいいやつらいるでしょそいつらをちょっと一回掛け合わせてみるどうでもいいゴブリンとこいつとゴブリン掛け合わせようよ これをこいつをまずアビリティ継承するとこれとゴブリン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 レベル1を犠牲にしてああなるほど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 じゃあキチュウをキチュウを、アビリティ継承で選ばんとあかんねやそうですねキチュウを素体にして素体にしてどこ行ったあ、あったお前のことは忘れないよずっとお前は基地の中で生き続けるんだよ今までありがとう解体ですな解体やな、はい、基地にバク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 って食べられねえなで、その後にネジ1本残ってるでしょそれを拾い上げてセラがって顔してよしあれありませんこのマンサーから継承できるアビリティよろしいです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 いいですかいいですはいお疲れさんでしたありがとうございましたお疲れさんでしたとりあえず意味のない継承だったんですけどうんいやでももうこれは強くなるならないっていう問題じゃないからそうですね通過儀礼だからこれは今まで頑張ってくれたんだからじゃあ、どこで基地をちょっと上げてあげましょうか、うんうんうん、これでもこいつ多分ベラボーにね、うん、食うんですよほんまに大器晩成やねんな万能のかけら、生命のかけら、力のかけらもう全部使っちゃえよいいのかな、まあ、とりあえず使っとくかいいんちゃう、だってもうこいつ最後まで使えんねやろ使えますよじゃあ、今惜しみなく投資しても言っときますか？うん、あれ無駄にはならんやろ？ならない、ね、無駄にならへんにやったらもう全部いこう全振りしますか？全部いこうさあ、まだ、我々のね、コメント欄にはね2分遅れでロボへのロボ追悼の追悼のコメントがいただいております追悼のコメントたくさんいただいておりますその割にはダブルが多いですね追悼なんですけどね不謹慎なダブルが多いですね
ガスガス。むっちゃ強なってるやん。え？ロボの倍ぐらい強いで。今。倍どころじゃない。もうすでに。倍どころじゃない。オートアビリティとかいっぱい覚えてるやん。行こう行こう。機中アタッカーなので物理攻撃を上げていきましょう。もうでも万能のオーブしかないからな。もうまあまあしゃあないよね。うわエースになりましたね。これすげえな。勇者やろ。何でもできるやん。なりましたね。とりあえず、まあ、アタッカーはアタッカーで元々の攻撃力の強さがあって伸びてんねんけど、はい、それ以外にも万能のオーブとか使ったおかげで何でもできることになったよな。これあのコメントで機中の名前をポリプタイにしてほしいっていうポリプタイにしようか。いやでも機中っていうその名前の可愛さが人気なところもあるしな。簡単にね、はいはい、キチューっていう名前を捨てるわけにもいかんわけですよ。まあ彼はキチューだからね。そうです。ホリプタイではないからね。あ、これあれか、手動では打てないのか。これ名前を選択するおすすめかっこいいみたいなのじゃないと。あ、そうなんや。じゃあそれじゃ無理だ。とはどうするかな。にゃかなり強化されてんねんな実は。キチューなんかつけてあげましょうか。あ、鉄の歯車とかいいんちゃいます。なんかそのどこかの兵器が落とした歯車です。いやいや鉄の歯車つけようや。これホリプタイのイメージありますね。確かに基地の中にホリプタイが生きてるっていう証や。これ鉄の歯車つけど、これはもうこれはもう絶対外させないでくださいね。これからこれからね。あとあとあの実況者さんがこれ何や基地にこんなの似合わねえよって言ってもちょっと外さないようにあの皆さんの力でなんとか頑張ってくれましたからね。そろそろこの辺のブラスター組をね、うん、いやまあガルキナセルは確かに強いんですけど、そこそこはやっぱそこそこ止まりなんですよね。この辺整理してやろうかな。整理しよう。もうだってモンスターもいっぱいおるやろ。どうしようかな。こいつあんまり気に…何やのこいつの踊り方。でもレベル12なんやな。そこそこ上げられてんの。チョコボ。あ、でもアタッカーやかぶるな。チョコボはなんかあれらしいよ、成長が遅いらしいね。あ、モンスターのヒーラーね。モンスターのヒーラーにゃーか。あ、人気出そう。にゃーって成長させれるかな。まだまだ。あ、万能と魔法のかけらか。うん、魔法のかけられ多少上げれそうやけど、あ、どうしようかな。このニャー鍛えていいんかな。血統子結構強かった印象はあるからな。まだまだ使えると思うんだけど、そういやこれ武器改造とかないの。あったかな。サーティーンはありましたね。サーティーンは武器買うぞやったんな、はい、ちょっとケアルアーまで行かそうかな。あー来た。ヒーラー役で置いといて、うん、歩きませんのこの銃っていうのもね。ブラスターこのエリアにあるブッカブーエースが使えますよ。ブッカブーエースっていうやつがおりました。ブッ
株の中のエース、ブッカブエース狙う、どうしましょうかね。ベヒーモチャンスかブッカブエース狙うか。まあまあね、このガルキマセラは中盤までは使えるんですよ、はい、鍛えときゃ。そこそこ優秀な、あ、ブラスターね、はい、ブラスターとしては。もうせっかく使ってるやつやから使っといたら、こいつにじゃあちょっとある程度放り込んでおきましょうか。はいはいはい、あーでもブッカブエースチャンス、ブッカブエースええかもな。ブッカブエースね、実のとこあんま見た目が見場が良くないんですよね。あ、そうなんや。いやでもこれが愛されてんねんで。もう何でもあるやと思うけどね。そうですかね。おお。ファイラーまで覚えたいねんけどな。いけるか。魔法のかけら一発入れて19まで。ファイラーまで覚えるとそこそこ強いよ。よし。こいつな、こいつもなんとかしやらなあかんのかな。ガホンガス、あれこれ、あ、あの民族芸能みたいな踊り割と人気高いんですよね。あ、そう、コメント見てる限りちょっとかっこいいからな。まあまあいいムードメーカーだみたいな、そういう話。じゃああいつ出てきたらちょっと戦闘見づらいね。裾長いやろ。覆うねん画面を、あいつが舞うと。確かにあいつ出てくると、ガチャガチャするんですよね。そう焦んねん、変に焦んねん。ちょっとガオガスには退いてもらいましょうか。ね、ほらもう可愛らしいのばっかりになりましたよ。ああ、ええやんか。ほら、ニャーと、ガルキマスラと、はいはいはい、え、アタッカー、ヒーラー、ブラスター。そうです、そうです。ああ、いいやんか。これでね、うん、ガオンガスにはちょっと下がっていただいて、あの踊りのまんま下がってもらって、こう下がっていただいて、そうですね。おいおい、下がりますよ。歌舞伎みたいな感じでね。下がっていただいて。よしよし、じゃあどうしようかな。とりあえずノエル、ちょっとずっとね、さっきからセラリーダーにしときたいんですよね、なんとなくね。せやねんせやねん、さっきからさ、ノエルばっかり歩かしてるやんか。はいはい、メガルキマスやって、うん、これ OK です。で、ジャマーで、ジャマーの、キチューが入ったことによりあれやな、セラはこれからジャマーとして育ててもええかもしれへんな。ありですね。なカタストロフィーで、まあボス戦はね、また変えなあかんと思うんですけど、とりあえず雑魚はこの辺で行っとくと、ヒーラーヒーラーヒーラーと究極の回復ですね。ブラスターブラスターブラスター持っとこうかな、一応雑魚用に。あ、でもこれだったらキチューの出番が1個しかなくなる。ヒーラー2人おるときはキチューでええんじゃん、アタッカーでええんじゃん、ヒーラーヒーラーキチューでええんじゃん。ヒーラーキチューにしときます、ね、うん。ブラスター3人のやつはすごい使い勝手良さそう、実はええと思う。完全にほんまに対雑魚用ですよ。そうなん、はい、ボスのときでもブレイク、ボスのときはね、もうちょっとジャマーとエンハンサーを、あー、そうかそうかそうか、入れた方がいいですね。